ラブレターフロムカナダ。もしもあなたが一緒にいたらどんなに楽しい旅でしょう。ラブレターフロムカナダ。色づく街を歩いていると涙が頬にこぼれてきます。あなたの声を思い出してカナダの夕日見つめています。息が止まるような口づけをどうぞ私に投げてください。 Love letter from Canada。 あなたのいない一人旅です。 Love letter from Canada。 あなたの愛を確かめたくてわがまばかり言いました。ラブレターフロムカナダ。二人の恋が真実ならば離れていても寂しくないと二人の夜を思い出して巻き流れを見つめています。息が止まるような空気づけをどうぞ私に投げてください。ラブレターフロムカナダ。あなたのいない一人旅です。息が止まるような空気づけをどうぞ私に投げてください。ラブレターフロムカナダ。あなたのいない一人旅です。はい、こんばんは。今夜はね、カナダからの手紙を歌いました。で、今日もね、 YouTube ライブしたいと思いますね。はい、今日終電帰りでしたけど、なんと今日も終電帰りね、しょうがないね。あなた、よく明け自分なんで、ね、今日もちょっと少なめの歌でね、短めでやろうね。やるしかなくなっちゃう。6月の14日ね、よく明けて県民の日ね、6月の15日はね、あれだよ、あれ千葉県と栃木県の県民の日ね、たまたま一緒なんだよね、面白いね。6月の15日ってね、よく明けて15日ね、今日はまだ14日の火曜深夜ってことだね。火曜なんで、今日はね、もうやってんね、あれ。爆笑問題ちゃんのやつね。太田さんと田中さんのやつ、ね。疲れた。じゃあ今日も YouTube ライブやります。今日は県民の日ですね。男は狼なのよ、気をつけなさい。年頃になったなら、慎みなさい。羊の顔していても、心の中は、狼が牙を剥く、そういうものよ。この人だけは大丈夫だなんて、うっかり信じたらダメダメ、ああダメダメよ。SOS、SOS、ほら、ほら呼んでいるわ。今日もまた誰か乙女のピンキー。
りするような夜についつい溺れ、そんな気になるけれど考えなさい。まぶたを閉じたら負けよ、背伸びをしたら何もかもおしまいよ、そういうものよ。昔の人が言うことみたいだとぼんやり聞いてたらダメダメ、ああダメダメよ。 SOS SOS ほらほら呼んでいるわ、今日もまた誰か乙女のピンキー。はい、こんばんは。今夜もね、ピンクレディちゃんのね SOS 歌いましたね。今日終電がありがとうでした。何度か帰ってくれた。じゃあ今日2曲目これいこうかね。2曲目、今日もそれ2曲だね。あれこの間歌えなかったやつね、かっこ悪い振られ方で締めようか。かっこ悪いね、今晩ね。この間ね、ちょっとコメントになって歌えなかった、かっこ悪い振られ方。どうも、2022年ね、今日2022年6月の14日火曜深夜の生存確認です。今夜もね、いつものようにさりげなく生存確認の一環としてこんな風に動画をアップしてます。はい、こんばんは。キーちゃんどうもね、お作りどうもありがとうね。じゃあ今日の2曲目はね、かっこ悪い振られ方ね。今日も終電帰りでしたね。どうもね、お作りありがとうね。かっこ悪い振られ方、二度と君に会わない。大事なことはいつだって別れて初めて気がついた。誰かの声が聞きたくて思いつくままに電話した。一人で思う寂しさは結婚しても同じだろう。君が欲しい、今でも欲しい、君の全てに泣きたくなる。幸せかい、傷ついてるかい、あの死の夢を生きているかい。同じことを繰り返し投げ出しそうになる君を言い争って背を向けた。脇の隅で抱きしめる。足りないものを埋め合って愛するなんてできないよ。振られることになれるのさ。高い空見上げつぶやいた。君が欲しい、今でも欲しい、君のすべてに泣きたくなる。もしも君に会わなければ違う生き方僕は選んでいた。悪い振られ方、二度と君に会わない。大事なことはいつだって別れて初めて気がついた。いろんな人を好きになり、おそらく僕は結婚する。いつかばったり出会ったら友達みたいに話せるさ。君が欲しい、今でも欲しい、君のすべてに泣きたくなる。もしも君に会わなければ違う生き方僕は選んでいた。君が欲しい、今でも欲しい、君のすべてに泣きたくなる。幸せかい、傷ついてるかい、あの死の夢を生きているかい。はい、こんばんはね。早いかな、昨日はね。うん、でも遅いけど、もう息にも終わっちゃったからね。うん。欲しい人欲しい人は別に特別にないですね、欲しい人はね。あ、せいやさんどうもね、きんちゃんどうもね。もうそういうんで今日のお夜食ね、もうね、歌子の演技しても寝る気がなくなっちゃうから。ね。じゃ今日はね、スーパーの惣菜売り場であったんでね、これ買って、鶏のひき肉とコーンで揚げたやつね。これ温めて食おうか。お皿に開けて、じゃスーパー惣菜売り場、96円だった。鶏のひき肉とコーンで揚げたやつ。ザクッと入れて、うん、今日はこれで温めてくんね、今日のお夜食。あー疲れた。お待たせでいいや。もうそれからもう今日作るの全部スーパーの惣菜売り場。あとね、ご飯物としてね、これやサバのね、サバですか、250円だった。今日これ買ってきた。ひき肉とコーンを揚げたのと、サバの押し寿司食べる。今日250円だった。食べよう。なんだ、ペコペコ。
飯食べない。今日はこれがご飯よ。今日はこれね。まだ一杯持ってこうか。今日はこれね、今日のご飯これ。うん。これね。今あとコーンあった。ハグモの温めてる。ハイボールの梅にしましょうか。こちらで飲もうか。ハイボール。あ、温まった。ああ。ひき肉とコーンを揚げたやつだ。ね、ひき肉とコーンを揚げたやつ、温めてきた。ああ、じゃあこれでいこうか。ああ、いい香りだ。ああ、今日はこんな感じでね。あんまつけないの大丈夫。大丈夫、これちょうどいいよ。多分醤油かけつゆとしたら味濃いのが好きですね。もうかけなくても大丈夫、これで。はい、ご来乾杯。北九州さん、どうもね。こんばんは。今日はね、今日のお惣菜はね、お夜食は、スーパーのお惣菜売り場の揚げ物。鶏のひき肉とかコーンが入ってる。香りがいいね、これね。うん、ああ。竹の子さんともね、今日はね、ハイボール、昨日と一緒かな。梅干し割り。スーパーの惣菜売り場の揚げ物。鶏のひき肉ね、と、トウモロコシが。ネギも入ってるな。うん。鶏肉なんか色が白っぽいわけね。うん。まあ。あれだ。おいしいよ。うん。あと、サバ寿司も、これも金。だってもう閉店間際だったんで250円だったよこれ。サバ寿司、サバ、あ、醤油ついてるね。まあサバだから醤油はなくてもいいけどね。しめサバしたから、しめサバ寿司、しめサバの押し寿司だ。あれ、仕事終わって、マリちゃんのアパート帰って、何も食ってなかった。うまいね。やっぱご飯もながらといいな。うどんはないですね、ご飯もあったら。やかさん、どうも。スーパーの惣菜売り場で売ってたやつ。サバ、しめサバの押し寿司。
コーンと鶏のひき肉の揚げ物とハイボール。どれくらいだろうね。近いですね、ほんとね。5分から10分ぐらい。もう、急ぐ5分で結構ね、急がなくても10分以内できるかな、その距離。5分から10分。そんなもんかな。要するに僕、うちの町田のアパートも職場もね、町田界隈で、町田駅界隈って感じな感じ。町田駅の近く、こんな感じ。そうね、バッテリーだろうね。コーンもチューチューして、歯応えと香りがいいね。このトウモロコシね。こういう、歯応えが。まあ、このプチプチしていいね、歯応えがね。バッテラーよくさ、サバのお汁とかいそうバッテラーっていうね。九州は。あの辺はなんだろうね。今日はさ、も文字っていう駅が有名だよね。文字駅がね。駅舎とか有名でしょ、あれ古くてね。揚げ物はね、鶏のひき肉とトウモロコシ。で、長ネギもちょこっと入って、トウモロコシね、トウモロコシと鶏のひき肉、まあトウモロコシでとんひき肉で固めてあげて、の辺はさ、あれなんだっけ、文庫フードとかあるからね。あそこがね、有名だよ。あそこ取れるサバとか有名でしょ、あれ。あ、もうおしまいか。あ、いえ。500もおしまい。サバが有名だよ。ね。サバ料理ね。何ていうのか、まあ、いくつもあるけど、同じの使ってるからさ。そうだ、明日、もう日付変わったけどね、もう、6月、日付、夜が明けて6月15日は県民の日よ。千葉県民の日と、および、こあと、栃木県民の日ね。そうよ。6月15日はそうよ、県民の日よ。夜が明けて、ね、6月15日、県民の日。千葉県の場合は、印旛と木更津が合併して千葉県になったしね。八千代なんか印旛の方だったんだろうね、場所からね。千葉市とか木更津の方だったんだろうな、きっとね。これ梅だから赤いやつね、そう。梅干し巻きなんでね。関サバ有名だよね、九州ね。関サバね。うまいね。でもね。皆様うまいな。あくまでいつも言ってください。昼は職場で取ってる仕出し弁当ね。400円ぐらいのやつ。また弁当箱回収してさ、すぐに持ってくるってやつね。
かわいいな。今までもおかずになるもんね。水にしろさ、味付けにしろさ、ね、サバは、あれだけでも十分だよね。まあ、いつもと変わらなかったね、よくあるやつね。汚いですけど、しょうがないですね。これ、一回も食ってみようか、しめサバ。くたくた食って恥ずかしくないですよ。食べない、くちゃくちゃすんのはしょうがないことだよ、そんなのね。崩れちゃうからどうしてもさ、食べるとさ、崩れちゃうからどうしてもね、崩れちゃうとめんどくさいからさ、ないです。まあ、でも大体、10枚、1枚はさ、まっとう渡るようにできてる宝くじ、ね。なんもね、10枚買えばさ、1枚はさ、まっとう渡る感じで大体宝くじ、まっとうね。でも行く、今日は行こう。昨日としないけど、行こうかな、悪夢なるしね、ほら。ねえ。行こうかな、もったいないもんね。2回目行こうしよう。2回目もね、梅干し巻き持ってこよう。持ってきますね。もうギリになっちゃうけどね、まあ最後ですね。でもこうやっていいな、遅くてもこうやって家でくつろぐ時間があるとね。なあ、生存確認の一環だから、僕はエンタメじゃありませんからね、生存確認の一環なんで。あ、使命感守る方もいいか、そうね、最後歌おうかな、いいね、若い子の守る、女の子ね、かわいいね、みんなね。本当若い子はかわいいな、そう思う。50になってわかるよ、それ、ほんと。まあ、40代から分かってたけど、ほんと。僕らの年齢だと、ほんと、ああいう年頃若い子は可愛いと思う。若い子はどうか、おまたです。おまたが決まってないからいいの。おまた、おまたよ、僕がいいの。若い子、おまた。おまたしか頭にないです、僕。おまた、おまた、若い子のおまたよ、じゃあ10歳かな、まあ、小学校高学年、10歳ぐらいから、10歳、職場でくつろぐわけ、職場仕事する場なんで、くつろぐわけ、何言ってんのこいつ。他の会で書いてんの、職場でくつろげとか。職場仕事する場なんで、そんなことない。好きな子いるあれ、今、ドラマあんじゃん、あれ。朝ドラで、今、知る見てけどさ、あれ。ちむどんどんだっけ、あの子、信子役のあの子か、子役の子。あの子かわいいね、信子役、子役の、前から言ってくけど。信子役の子役の子、あの子かわいいなと思って。なんかね、子役の子かわいいなと思って、あれ。今やってるドラマあるよな。朝ドラ。NHK の連続テレビ小説ね。かわいいよね、あれ、信子役の子。まあ、10歳ぐらいかもしれないね、多分。
ないよ、すぐおまたが、そうそう、おまたが、すぐ、だいたいおまたのこと頭いっぱいなんだよ。もう一回行こうね、持ってこよう。持ってこう、持ってくんね、もう一回ね。はい、時間がないじゃん。今日もね、焼酎ハイボールの梅干し割りです。2本目。乾杯しようか、ちーちゃん、どうもね。びっくりよ、今どうしようもいいじゃないね、これまだ。あれ、ワイズマートやっぱ値上げしてね、やっぱな。うん。ちゃんと値上げするんだな、あれ。ね。しょうがないね。うん。びっくりはまだ127円、これ。はい、乾杯。でこいつしょうがないし、おかしいね。これ鶏のひき肉とコーンね。あ、トウモロコシ揚げるとね、やっぱ歯ごたえがあっていいね、これ。小池さんどうもね。あと二つ。しめさば、しめや、しめさばの。4つ。ネットさんどうもね。ああ、まあ、しめさばいいね。大葉の香りがいいんだよね、これで。今年のやつね、それで揚げ物温めた。もちろん。テレビゲームは持ってませんから、なんもないよ。テレビゲームは何も持ってません。ドザイモンさんどうもね。確定バカさんね。かい何でも確定って言うんだよね。よく言うね。確定。いわゆる確定バカ。どうもね。梅ちゃんです。梅よ。梅。ゲームは、いつもゲームしてるから人生ゲームっていうもん。和之さんはね、人生をゲームのように生きてるからさ。そう。テレビゲームとかそういうパソコン系のゲームしない代わりにも、カチコさんはね、人生そのままゲームのように楽しんで生きてますんで、ゲームはしてますよ。うまいこと言うでしょうね。僕、カチコさんはそうよ。人生をね、ゲームのように楽しんで生きてるんで。恋愛はないかな。恋愛はたまにちょこっとあるけど。昔じゃないですよ、そんな。なんで、最初は何回もしてますんでね。でも今のところは長いけどね、もう17年もいるけどね。17年で。まあ、50人にもなればね、17年ぐらいね。あなたは人生というゲームに負け続けています。そうね。負けてもいいよ。負けてもゲームはゲームと思えば楽しいからね。これ大事。ゲームと思えばね、
負けてもね、まあ、しょうがないと思える。そうよ。人生、人生で負けたとしても、それを人生ゲームと思えばさ、あ、ゲームだから勝ち負けはしょうがない。負ける場合もあると思えばね、負け続ける場合もあると思えば、まあ、そういうことで。興味ないよ。若い子がいいです。小学校、高学年から中学生ぐらいの若い子、幼い系がいいかな、僕はね。幼い系。意味ありますよ。ゲームそう。負けてるゲームに意味あるのって。ゲームにね、そう言い出したら、ゲームなんか意味ないからさ。そりゃ、幼い子可愛いもんしょうがないよ。ね。幼い子可愛いもんな。いいね、この子ね。負けてるゲーム意味ある、あるのってあるけど、それ言ったらおしまいよ、それ言ったら。ゲーム自体に意味あるのか。ゲーム自体に。それを考えてくださいね。負けは負け、勝ちは勝ちで、それを楽しまないとね。人生のゲームよ、それでいいんです。まあ人生もそうだよ。お前が人生ゲームって言ったらそうだよ。だって、人生を楽しんでるからゲームなんです。楽しめない人はゲームとは言えないかもしれない。これ大事。人生を楽しんでるからゲームって言えるんだよ。そうよ。人生を楽しんでください。楽しむはゲームってわかるよ。楽しんでない人はさ、ゲームとは思えないかもしれないけど。そうね。ドラムさんそう言ってる方がいい。ゲームの方がお前より幸せにできる。それは考え方次第よ。先生どうもありがとうね。勝ち負けは関係ないからね、そんなもんね。勝ち負けなら考えないことよ、そんなもん。無意味なこと、馬鹿らしいこと、本当。勝ち負け考えたら人間おしまい。勝ち組とかあってね。自分でやったことに自信がない人はね、勝ち負けにこだわる人はね、自分でやったこと、行動に自信がない人。ドラえもんさん、どうもね、そう。お前は人生楽しんでなくて、かわいそドラえもんさん考え、これはバカですから、しょうがない。こういうドラえもんさん、いわゆるバカってやつ。ね、分かった、バカ、どうも。負けるやつがいるか、勝つやつもいる。10代に決まってる感じがするんで、僕はね、10代。10代の子かわいいよな。負けを認めます。認めるよ。認めます。どうもね。分かった。負けを認めるよ。
恥ずかしい。生きてて恥ずかしいですか？もちろん恥ずかしいよ。でも、生きてるだけが恥ずかしいのはしょうがないんで、しょうがないと思えばさ、ね、どうってことないね、そんなもんは。この手軽さ。この手軽さ大事です。生きてて恥ずかしいから、どうってこと、恥ずかしいでさ、だからどうってこともないです。どうもね。ヨハンさんどうも。じゃあ、しめさまの寿司でハイボール。恥ずかしいです。意味あります。意味は。うん。人生は意味は。どんな人生意味はある。生きていれば、どんな人生に意味あるんでね。うん。人生に意味ないって言い出したらさ、天皇さんの一族は、まだ意味ないもんね。うん。すいませんね。そうよ。うん。ペコリ。いいかな、ペコリ。はい、どうもね。アイコンの最後だ、アイコンの最後。鶏のひき肉とトウモロコシ、コーンの揚げ物。ドラムさん舐めてますね。ごめんね、言わない。ドラマさんのことを舐めてますんで、それはしょうがないです。そういう人間なんで。しょうがないよ、人をバカにして生きるって どうなるよって言うけど、ドラえもんさんような人はさ、ドラえもんさんような人はさ、バカにされても、そういう、バカにしないとかわいそうだからね。天皇は当然、たったら変わんないけどね、天皇なんか。天皇は別に尊くはないでさ、歴史的にただいるだけなんだよ、あのもん。まあ、歴史のつながり上別にそうやってるだけだよ、別に。天皇さんってどうもね、それでいいんだよ。所詮天皇はそういうもん、そういうもんだから、天皇って。もういいよ。まあ、神ってことでいいじゃん、神。うん。このコンソール、このコントロール。コントラストがいいね、これね。おいしそう。おいしそうでしょ、これ。これで250円。まあ、これ1個、今1個だとさ、これ全部250円、これ。うまい。今日は半額もんだけ。今日のお野菜が全部半額。
ラバニオン。ろれつが回ってないか、ごめんなさい。じゃあ最後のご飯行こうか。これ最後。はい、おいしくいただきました。うまかった。マシュマロ今度もね。揚げ物、サバ寿司も美味しくいただいた。もういいよ、もう寝るよ、これ。終わったら寝ますんでね。どうもね。この辺で終わろうね、そろそろね。ブーブー行かないよ、今行きませんよ。で、最後の人行こうかな、最後と。今夜最後はね、あとの揺れるが重いで締めようかな。揺れる重いじゃなくて、やめよう、他のやつ。大事はブラだぞ。
それが大事。最後、今日の最後、それが大事でしょ。それが大事。それが大事でしょ、みよちゃん。大事なベアズマンだ。負けないこと、投げ出さないこと、逃げ出さないこと、信じ抜くこと、ダメになりそうな時、それが一番大事。もう持たないな。そうかな、終わるね。